坂本です。日本独自の株主優待制度、実施企業数は年々増加していったんですけども、残念ながら2020年度は減少に転じてしまいました。野村インベスターリレーションズ株式会社によりますと、2020年度株主優待を廃止した企業は42社となって、新設企業数を上回ったようです。株主優待を実施している企業数なんですけども、2020年10月末時点で1522社となっております。株主優待については昨年結構暗いニュースの方が多かったんですけども、2021年度は1月から新設あるいは拡充発表した企業が多数ありました。今回は自分の中でインパクトが大きかった企業5社を取り上げさせていただきます。今回の動画も少しでもよかったらチャンネル登録をぜひお願いいたします。1社目がイオン九州ですね。社名の通りイオンの系列で、主に九州地域で総合スーパーを展開しています。このイオン九州ですが、1月19日に株主優待の拡充を発表しました。イオン九州の株主優待内容なんですけども、株主様ご優待券、ネットポイント、イオンギフトカードの中からいずれか一つを選択するというものです。保有株数に応じて株主優待の内容がグレードアップしていく形式となっているんですけども、今回の拡充した部分については、この画像の黄色部分、100株保有分になります。従来まではネットポイントとイオンギフトカードが2000円分相当だったんですけども、これが 1.5 倍となる3000円分相当へと拡充されました。同社の1月末時点での株価2016円で計算した優待利回りは約 1.5%、 配当金を合わせた総合利回りで確認すると約 2% となっています。今期の売上目標は前年比で 52.8% 増の3400億円、純利益で 34.9% 増の4億円と増収増益の予想となっておりました。さらに同社の権利確定月は2月末となりますので、今月が確定月となっています。2社目が長輪になります。同社は工場や倉庫などのシステム建築、ユニットハウスの大手でもあるんですけども、1月25日に株主優待品でもあるクオカードの贈呈額、従来までの3倍以上にするというかなり太っ腹な株主優待の拡充を決めました。こちらが変更内容の資料になります。例えば100株以上かつ保有期間が1年未満の場合、以前までは3000円分のクオカードとなっていました。これが拡充後は1万円へと増額されます。1年以上、2年未満についてもそれまでの6000円から変更後は2万円へ。2年以上だと8000円から2万5000円へと変わるなど、かなり大幅な増額となっていました。同社は株主優待の拡充と同じ日に情報修正も発表しています。主力事業のユニットハウスが販売及びレンタルともに当初想定していたよりも好調に推移したことから、業績予想の修正をいたしました。続いて3社目が東京ケーキ。日本で最初にレーダーやジャイロコンパス、オートパイロットの生産を開始した計器のパイオニア企業となっております。同社も同じく1月25日に株主優待の新設を発表しました。その株主優待の内容なんですけども、プレミアム優待クラブになります。プレミアム優待クラブとは、株主優待を商品ではなくてポイントで付与する仕組みとなっていて、そのポイントを使って様々な商品と交換できます。プレミアム優待クラブについては詳しい内容などをまとめた動画、
株主優待革命プレミアムクラブを知っておこう。これをチェックしていただければわかりやすいかなと思います。概要欄にこの動画のリンクを添付しておきますので、ぜひ合わせてご視聴ください。本題に戻って東京ケーキの株主優待なんですけども、画像のように保有株数に応じて5段階の設定がございます。300株未満の保有の場合についてはポイントが付与されない点は残念なんですけども、同社の1月末時点での株価は935円となっています。10万円以下でもありますので、投資金額が低くて個人投資家が殺到して、企業側のコストが増加するという側面もありますので、仕方ない部分もあるかなと感じました。4社目が物語コーポレーションになります。同社は中部地域が地盤で焼肉キングやマルゲンラーメンを展開しています。同社は1月27日、株式分割と同時に株主優待の変更を発表しました。その内容がこちらです。変更前は保有株数に応じて年2回ですね、食事券がもらえました。それが変更後は100株以上へと、一律に変わったわけなんですけども、金額については従来までの2500円から3500円へと増額されました。300株以上の株主については解約という内容になってしまうんですけども、物語コーポレーションの株価は2018年以降ですね、1万円前後となっています。昨年のコロナショック時には一時的に5000円を割れる局面もあったんですけども、基本的に株価は高いため、優待目的のみで300株とか600株、保有する人は少数派だったものと思われます。参考までに変更後の最初の優待確定月は今年の6月。株式分割は3月に実施されますので、分割した後の購入で大丈夫です。分割後の1株あたりの配当金は50円。それに追加して、食事券ですね。これが2回で合計7000円もらえます。総合利回りについては 2% を超えてきます。外食企業は業績悪化や赤字転落、株主優待についてもスカイラークが解約を発表するなど悪いニュースが目立っていたんですけども、ここに来て明るいニュースが出ました。最後5社目が ODK ソリューションズになります。システム開発の運営会社で入試関連業務の支援がメインの同社なんですけども、1月29日に株主優待の拡充を発表しました。同社の株主優待は100株以上かつ保有期間3年未満でクオカード500円、3年以上になるとクオカードが1000円贈呈されるんですけども、今までは年1回、9月末だけでした。それが年2回ですね。3月末と9月末へと変更されました。以上ですね、今年1月に株主優待の拡充、あるいは新設を発表した企業5社を取り上げさせていただきました。2月以降も株主優待の新設やグレードアップなどの企業が増えることを期待したいんですけども、その一方で株主優待の解約や廃止も継続しています。最近発表した企業の中で印象が悪かったのが p-ban.com です。同社の株主優待なんですけども、100株以上の保有で3000円分のクオカードという内容でした。新設を発表した当時の株価で計算した優待利回りはそれだけで 3% を超えるなどかなりね高くて人気化します。ちなみに優待新設決定前の株主数って1500人程度だったんですけども、最新のデータを見てみると6000人程度まで増えています。この株主優待は2019年の11月に新設されたんですけども、それが1月28日に廃止となりました。結局1回実施しただけで早くも終了となって多くの株主は失望したはずです。
廃止をする理由として配当金による還元を充実させると記載していたんですけども、肝心の配当金は昨年の5円から今期は8円と、まあ、3円の増配のみです。つまり100株保有していた株主は、まあ、増配はあったものの300円しか増えていません。その反面3000円分のクオカードはなくなってしまったわけです。その差は10倍、納得する投資家はほとんどいないでしょう。株主優待の廃止を発表した翌日の株価は 14% 以上もの急落となっています。優待利回りが高すぎる銘柄というのは、高すぎる配当利回りの企業と同じように何かしら水面下で問題を抱えている場合もありますから、保有する前にリスク面についても調べておきましょう。今後も投資に関する有益な情報、最新ノウハウ、動画を通して配信していきます。続きが見たいという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったよという人は高評価のボタンですね、こういったグッドのボタンがあるんですけども、こちらも合わせてクリックしていただけると嬉しいです。今回も最後まで視聴していただきましてありがとうございました。